ではあの、時間になりましたので、えー、本日の研究会を始めます、えー、成長戦略には何が必要か、現場からの視点のシリーズとしまして、えー、本日はゲストにですね、IKEAJAPAN のピーター・リスト社長をお招きしています、えっ、ー、とですね、IKEAJAPAN、まあ、IKEA という会社ですが、えー 1943年にスウェーデンで創業された会社だと。で家具ですと、キッチン、生活雑貨などを売ってる。まあ、あの家具のです、ね、小売りの世界最大手にもなってますね。でまあ、26カ国、地域で約300のお店を出していると。でまあ、日本ではですね、2006年に船橋店を皮切りに、まあ、今8店舗を展開しているということです。 で、えー、ピーダリストさんはですね、えー、っとお、あ、そう、ちょっとご紹介の後でありますけど、えー、で、そのおイケアの日本法人が今度イケアジャパンと。 で今日お招きしました理由というか、すね、あの,今年の9月からですがあの、パートタイマーの人がです、ね、誰でも正社員になれるという、まあ、そういったあの新しい、まあ、ユニークな人事制度を始めました、でまあ、正社員と同じようにです、ね、非正規の人のポストも上がって、賃金も上がっていくという、まあ、そういう仕組みを作ったということですね、まあ、垣根を壊したということです。 であのーまあ、あれですね、この正社員になりたいけれどもです、ね、まあ、フルタイムで働くとのが難しいという人のことも考えまして、まあ、1週間の労働時間をちょっと短くすると、最も少ない場合で,です、ね、まあ、週12時間というコースもこう選べるといった、まあ、非常に柔軟な労働時間の制度もこうセットで作ったということです。 まあこうした取り組みはですね、あの、大変あの、今日本のあの、雇用問題を考える上でもですね、まあ、資産に大変飛んでいるんではないかと思いまして、まあ、今日お招きしたということです。えー、リスト社長ですね、えー、簡単にご紹介いたします。オーストラリアとご出身で、まあ、イケアのオーストラリアですとか、カナダのお店の店長ですとか、オーストラリアの現地法人で、あの、社員教育とかの責任者をですね、務められ、 で昨年の1月からあーこの IKEAJAPAN で副社長で来られまして、で今年の4月に社長にご就任ということです。でまずではあの、ピーター・アリストさんからあ30分ほどお,お話をいただきますで。その後質疑応答ということでいつものようにやっていきます。で司会はクラブ企画員日経新聞水野です。で,ではあのお願い、リスト社長、お願いいたします。 Thank you for inviting me today. Um, I'm Peter Lister, CEO of IKEA Japan, and today I'll speak about why IKEA believes in people and my beliefs through my own experiences as a CEO and also as a coworker who has worked in the company for many years. 本私は IKEA アジャパン株式会社、代表取締役社長のピーター・リストと申します。本日は、なぜ IKEA が人の力を信じているかということを自分の社長としての経験に照らし合わせてお話ししていきたいと思います。私は、コーワーカーとして長年 IKEA でも務めてきましてその経験からお話し申し上げます。It's a key a we believe that home is the most important place in the world. And therefore we'd like to create a better everyday life for the many people. We're not just selling furniture. Our goal is that we actually improve life at home and that includes our co-workers not just our customers. IKEA は世界で一番大切な場所は家庭だと信じております。ですから、我々は多くの人たちのためにより良い、素晴らしい日常生活を作り出したいと考えておりまして、ただ単に家具を売ってるだけではなく、彼らの家庭生活をより高い質のものにしたいと思っております。ですので、対象となるのは単に店に足を運んでくださるお客様だけではなく、高和歌の人たちもそうです。 So based on that vision, we create a business model, which you can see on the, the screen now. And this is very much about creating a better idea life for the many people, but having a clear business idea and also a human resources idea. えですから今、先ほどスクリーンに示した通り、より多くの人たちにより良い生活を与えるといったようなビジネスモデルを打ち出したところであります。でも、ただそれだけではなく、やはりきちんとしたビジネスの思想に基づいていなくてはならない。また、さらに人事制度に基づいていなくてはなりません。But of course, it takes people to actually grow the business.So when a key grows, and our people grow.

IKEA wants to grow in Japan.We want to double our business by 2020.We want to introduce a multi-channel shopping environment, which includese-commerce。われわれは日本でますます成長をしていきたいと考えておりまして、2020年までに売り上げを2倍にしたいと考えておりますえ。複数チャンネルで商品を販売して、電子証取引も含めて拡大していきたいと考えています。 To actually support this ambitious growth plan, we need people. And actually, we want to develop our business through our people. Uh the easier part for IKEA is to buy land and to build stores, but our most important resource is our people. IKEA にとって土地を買って店を作るというのは非常に楽な作業でありますむしろ難しい最も大切なのが資源としての人材です people, 人材の重要性について皆様にもご理解いただくために私自身の IKEA におけるキャリア開発について経験をお話しいたします This is my twenty fourth year with IKEA And before coming CEO for IKEA, Japan, I had numerous positions within IKEA. IKEA I studied psychology at university, and part of my study was actually IKEA's culture and values, And that started to get me really interested in IKEA as a company, because it was such a fit with my personal values. 大学時代私は心理学を専攻しておりましてその研究過程におきまして IKEA の文化及び価値観に接する機会がありまして本当に素晴らしい企業だと印象深かったところで私の個人的な価値観に素晴らしく合致するという印象を受けました I started by working in the warehouse even though I had a degree in psychology I learned to drive a forklift 最初に、えー、着任したポジションは倉庫の担当でありました心理学の専攻ではあったんですけれどもフォークリストの操作の仕方をその時に学習しましたなぜならば、えー、人に対してこうやってほしいと指示する際自分もそれができなくてはならないと思ったからです I worked in the sales department in a store, a, a store manager, and then a country sales manager. And then I decided, with all this business knowledge, how could I influence the result further for IKEA by working better with our co workers, our most important resource? コーワーカーという、我がイケアにとって最も重要なる資源をどうやって活用することによって、また自分がここまで積んできたビジネス上の知識を活用することによって、イケアがより良い業績を上げることに影響力を及ぼすことができるかということを考えていました。So I became a country human resources manager and transformed HR into a business partner to really add value to the business. えー、そしてその国の人事責任者になりまして、えー、人事責任者という立場を、えー、単にそういった人事だけをやるのではなくビジネスパートナーという位置づけに変えていきました本当にビジネスをやる責任を負う人です So I've worked in the UK, Australia and Canada And I did that to really explore how the IKEA concept translates across borders And how to really、integrate そういった経緯の中でイギリス、オーストラリア、カナダで経験を積んできてなぜかというと国境を越えても IKEA の文化というのは通用するかそれを確かめてみたかったんですまた IKEA の文化と価値観がそれぞれの国の文化のと価値観とどのような形で溶け込むか <laughs> ということを知りたかったのです As you can hear from my own story we have many different career paths they may not be like a ladder but much more up and down or even sideways 今私自身の物語を語りましたけれども、そこからも皆様把握されたと思いますけれども、え非常に多種多様なキャリアの道筋が IKEA においてはあるんです。それは必ずしもはしご型ではないかもしれない。え上りもあれば下りもあるかもしれないし、え横歩きというのもあるかもしれません。 To Ikea's growth, to my own unique characteristics. Ikea originated in 1943 from a rural village, and I think we share similar values on caring and respecting people as does Japan. IKEA は1943年に小さな農村都市で誕生いたしました。ですから、人を大切にするという価値観に関しては、日本と大変大きな共通項があると思います。I respect Japan in many ways.I think the Japanese are the hardest working people I've ever met.I know this because I've worked in many different countries.But I see so many similarities, especially in terms of caring and respecting. people in their organizations. 日本の方を見ると、非常に多くの共通項を感じるところができます。また、私が今まで接した国民の中でも最も勤勉に働かれる国民ではないかと思います。それは私自身が多くの国で仕事をしてきた経緯から判断できることであります。特にその共通項の中でも、人を大切にする、人材を組織の中で大切にするということが大きな共通点と思います。 Down to, um, えー、人に対する、えー、大切、えー、人を大切にするというその見方は私自身が家庭訪問をやってきた経緯で実感したところでありまして北は北海道から南は福岡まで60件以上の家庭訪問を私は今まで行ってきました。 All to see how people live their life at home. So I have stayed with the Japanese family to experience firsthand life at home and what every task and things that happen around the home. 実際に私も日本の日常生活を見たいので、日本の家族にお願いして、えー、滞在させていただきまして、もう家事からすべてどのような仕組みで行われるかということを拝見いたしましたまた、店舗におきまして、コーワーカーと話すことによりまして、一緒にどうやったらビジネスを改善することができるかということを議論しています。 常に私はコーワーカーの彼らの家における日常生活をより良いものにするためには何が必要かということを考えています。毎月日本の店舗を回ってコーワーカーと話します。 In focus groups to really be able to listen to them and what do they want and need from IKEA. The importance to me of communicating with our customers and co workers on the same level is critical for IKEA's development. やはりお客様とコミュニケンーシーションを取ることとコーワーカートヴィーションを取ることが同一の重要性を持っているということがイケアニトッテワヤハリタイセツナコです。 え常に私は才能を発掘しようと、えー、目をさらにして探しております。それぞれの個人が持っている固有の才能でもって日常生活をより良いものにできないかということです。I've also looked back at the traditions and the ways of leading and managing in Japanese companies. また、えー、日本企業の伝統も、えー、学習いたしました。日本企業を経営してそれを引っ張っていくためにはどうしたらいいかということも学習しています。I strongly believe in the role of the line manager as an important part of how we can communicate on the same level with our coworkers. そういった中で、現場のラインマネージャーの役割は極めて重要だと考えておりまして、コーワーカーと同じ目線でいろいろと意見を拝聴するということが大切だと思っています The distance between a manager and their あまりにコーワーカーの立場とマネージャーの立場が乖離しすぎてしまいました、もっと均衡を取っていかなくてはなりません。 Also, the mindset of around full time workers with a permanent role, something that um, really can build relationships with a co worker and a company, is very important things that I learned from the Japanese traditions in years gone by. More than one, full time, and the a I also visited Toyota and really learned a lot about how they lead and manage such a famous and well respected company. I am truly interested to see how IKEA's culture and values can work together in Japanese culture and values to find a way to create that better everyday life. 私は本当に意見やの文化と価値観が日本の文化と価値観の中でどのようにして根付くことによりましてより良い日常生活を想像できるかということに関心を寄せています。So、to やはりその一体感を作るためにはコーワーカーとのコミュニケーション、そしてコーワーカーとのコネクションが大切です。 Having learnt all of this, in IKEA Japan we decided to take significant steps for all our co-workers to become more equal and inclusive to meet their needs and their different life stages. えー、そういった学習を行ってきた結果、IKEA Japan は大胆なるステップを取ることを決定いたしました。えー、コーアカー,、えー、みんなの平等さを担保する、そして包摂さを担保する、それぞれのコーアカーごとに人生の、えー、段階が異なるということに十分配慮するということです。Particularly focusing on three points: diversity and inclusion, security and equality. その中でも3つのことにフォーカスを置いております。多様な人材の需要と活用長期的な関係構築の保障と平等な機会創出です。 えー、そういった試みの第一段階といたしまして、すべてのコーワーカーに対して、同一の報酬制度、同一の手当、えー、同一の期待感を持たせるというステップを取りました。 また、コーワーカーと長期的な役、えー、関係を構築していくためには、やはり正規の契約を結ぶことが大切だと思いましたまた、コーワーカーのニーズが多様ですので、それに応えるような、対応できるような、多様な、えー、手当を提供するということも大切だと思いました。 For example, benefits for if you're starting a family are different to if you are taking care of of an ageing family. And we will offer you leave to take care of your family, or your parents, or a, a loved one. えー、対象が、まあ、親であろうと、家族であろうと、あるいは配偶者であろうと、われわれは、えー、そういった介護休暇制度を持っています to to our coworkers.、えー、そういったあ考慮を重ねた結果、コーワーカーに対して、短時間性社員制度を導入することを決定いたしました。 I believe that being a truly diverse and inclusive employer is important to our co workers. Because it means they can bring in their unique, individual variety of experiences to do their best work. そうすればそれぞれ一人一人の固有なユニークさを社内に持ち込むことによりまして最も良い結果を出すことができるからですコーワーカーたちは自らが尊敬されて自分らしく振る舞える組織で働けるということを高く評価しています At IKEA, we often use the word togetherness in order to achieve our goals and all our efforts to do this together. Togetherness With this new HR policy being introduced, この新しい人事制度を導入して、これからは今まで以上に私は多くの時間をコーワーカーと一緒に過ごしたいと考えております。そして、どうすればビジネスを彼らと一緒に改善できるか、彼らの声を聞いて、そして彼らの能力を構築していきたいと考えています。 the best ideas have come from our co-workers and often lead into our business plans. Uh, and of course we always acknowledge our co-workers when that happens to give them the um, acknowledgement of their contribution to ikea. も,もちろんそういうことが起きた場合におきましては、高和歌の人たちを褒めたたえ、そのおかげで IKEA が貢献してくれたから、業績を出せたということを表彰しますこのように、常時自らを刷新しようとしていく努力こそ、より良い職場に常になっていくことを可能ならしめるでしょう。 Everyone is important at IKEA, no matter what they do. Because what they do contributes to a bigger role. So even though we are all different at IKEA, it is how we embrace each other's differences that we can be better together. ですので、IKEA の社員は一人一人違います。でも違うからこそお互いを需要して一緒になった時にそれだけ大きな力を発揮できます。ご清聴ありがとうございました。えありがとうございました。えっ、ー、と今のお話でまああらかたのイメージはあのわかりになったと思うんですが、ちょっとですね、ちょっと補足をしますとね。 あのイ,ケアイケアジャパンっていうのは、その今、社員が3400人ぐらいですかね、ちょっと基本的にはちょっとその数字だけをちょっといくつか申し上げますが、ちょっとその今後のちょっと質問していただくために、で7割が3400人のうちの7割があーパートタイマーですか。 イメージとして、でそのでで残りの3割の正社員の人と7割のパートの人を同じこう人事制度、賃金制度でこう一本化しちゃったってことですよね、で呼び方としてはあの前から、こうワーカーっていう言い方は確か前からあったかもしれませんが、もうだからパートとか生徒がもうまさに一切ないってことで、そういうイメージです、こ,のこちらでやられているところは。 えー、ですよねで、それでいいですか、それで。はい、であの、ちょっとじゃあ、あ,のあれですね、あのちょっと私の方から一つだけ質問をちょっとさせていただきますがあのこう、パートタイマーの人とが、要するに正社員と同じように、そのまあ、これから昇進昇格もできるし、えー、正社員と同じこう賃金制度だと。 え、だっていうことになるわけですけど、えー、基本的にあの、パートの人っていうのは、あの、フロアワーカーと確か言って、売り場でこう、売る人、レジ打つ人とか、だからそういうお仕事だと思うんですけど、だから、これからその正社員と同じよって言われてもですね、その、えー、それにはそれだけのその、スキルというか、 あちょっと難しい仕事をやらなきゃいけないときは、やる力がなきゃいけないとか、いろいろ問題,問題じゃないですけど、難しいところもあるのかなという気はします。そこらへんはちょっとどのようにです、ね、あのやっていかれるんでしょうかね。 A decision has been made to treat part workers uh, as, uh, th in the same way as regular employees in terms of the opportunities for promotion as well as remuneration. But in principle, I think uh, the majority of the part-time workers are what you refer to as uh, floor workers who work at the point of sales or who are on the store uh, floors. So even if one day the part worker is told, now from today you are treated as the same as a regular worker, it may be difficult for them to respond if they are suddenly asked to do something differently in terms of tasks which may require a different uh, skill so those may be some of the difficulties you face and how are you responding to those challenges i think that's a, a very good question and we've just taken a, a, almost a one-year process in change management to really be able to talk to our co-workers one-on-one -on -one to really describe the why um the what and the how to be able to really um feel empowered to contribute with your own unique talent 良い質問どうもありがとうございます。えー、我々は、そのチェンジマネジメント、変化をうまく運営していくために、1年近く、実は時間をかけておりまして、コーワーカー一人一人と一対一での会合を行ってきました。そして、お一人お一人に対して、なぜこれをやっているのか、何が目的なのか、どうやって実施するのかということを説明することによって、コーワーカーの皆様が、本当に自分たちが貢献できるのだという自信を持ってもらうようにしています。 We have actually spent 9,000 hours in talking one-on-one on one to our coworkers, so that is three one-hour conversations with every coworker in the organization. 実際にこの1対1の会合を延べ9000時間行っておりますので、えー、社員1人当たり1時間セッションをそれぞれ3回やっているということになります。 So, mm. yep. so, in these one-on-ones, we've discussed the expectations that um, IKEA has um, on each individual to contribute. And actually, the the result has been that people feel empowered to do a good job. Everybody wants to do a good job. I have not met one co-worker that doesn't want to contribute and do more. はいあのその結果、えー、結局、各コーアーカーが実際に自分もその業績に貢献できるんだというふうに自信を持ち、エンパワーメントされたというふうに感じております。今まで介護、えー、を行ってきたコーアーカーの中で、もっと今まで以上にやりたいと思わなかった人は一人もいません。みんな今ままで以上にやりたたいいい貢献したいと思っています えー、分かりました。あまあだからこう、そのあれですね、自らをこう高めようと、そういうふうにモチベーションが上がる仕組みを作ったと、まあ、いうことではないかと思います。えー、ではですね、会場の方からあの質問をお受けしたいと思います。お名前とご所属をお,お,お願いします。で、まあ今日は通訳の方が入りますんで、あのいつもにもましてちょっと要領よく簡潔にあのお願いしたいと思います。 ではいかがでしょうか。はい、えー、どうぞ。はい、あのえ、えっと、バイクのところまで来て、あの、質問をお願いたいたします。今日はありがとうございました。個人会員の原田と申します。えっと、まあ、講和かということで、あの、まあ、日本の場合ですね。あの、社長、をご存知と思いますが、安倍政権が。女性登用というふうに言ってるんですが、なかなか、これがあの、うまくいかないのは、あの、同一労働が同一賃金にならないんですね。日本の場合。だから、なかなか。だと思うんですが。 あの短い時間でも長い正社員と賃金は同じということは時給が同じということでしょうかそれが一つですねでおいくらぐらいなのかもし別れはもう一つの質問は日本の場合あの正社員の労働時間が長すぎるんですね夜の夕食の時間も帰らないのが当たり前という、まあ、非常に不幸な <laughs> 家庭にとってはですね 夕食時間に家に家帰れるよう正社員は夕食時間には8時間だと思いますが家に帰れるような体制なのでしょうか教えてください。 Uh, my name is harada freelance uh, member. Uh, you've been talking about co-workers, and as you probably know well, uh, under the abe administration, uh, the government of japan has set forth a policy to tap on the female uh, resources. Uh, but this is not working so well because it is quite difficult for companies to introduce uh, same uh, labor conditions and same level of wages within the company. and you mentioned that uh, same remuneration, is paid for those who work for short working hours uh, as well as those who work for several working hours. But do you mean that the hourly wage is the same to all workers? And if so, uh, to the extent you can respond, how much is the hourly wage? That's my first question. And my second question. Uh, Usually, uh, Japanese companies require their regular employees to work for too many working hours. Mm. So, most of the employees can never go home to have dinner with their families. So, that makes the family life quite unhappy. But, uh, do you uh, have a system whereby your employees can all go back home to have dinner with their family? Very good questions. I, I like the questions. First of all, we actually have. Um, 43% female managers in IKEA. So that's the first um, statement. And um, you could also say that um, they, of course, have a family, many of them. And we ensure that people work 39 hours a week. And I have to be the role model for that. So I, I lead that way. And I expect our managers to lead that way. because actually we say we want work life balance and that's the most important part if we want to create a better everyday life for the many people that means they need to have a life outside of work so we see that as a very important part よい質問、どうもありがとうございました、本当にあの私、その質問、気に入りました、マネージャーのうち43%は IKEA では女性です、ですからまずそれをあの明らかにしておきたいということと、多くの,その女性マネージャーも家族持ちであるということです、そして我が社におきましては、1週間の就労時間39時間に収めようとしておりますので、私ももちろん、そのロールモデルを自ら務めて、それを先導していかなくてはならない。そして マネージャーにもそれを要求します。やはりここではワーク・ライフ・バランスが重要なんだと思います。イケアの目指すところはより多くの人たちにより良い日常生活を送ってもらいたいということなんですから、当然高価な人たちの職場以外の生活も改善していかなくてはなりません。We say home is the most important place in the world, so we think people should spend time at home as well, with their families.And of course, we're in the home furnishing business. and we talk about we want to understand life at home so actually we encourage people to spend life at home and then tell us about it so that we can show it through our solutions in our stores i、えー、イケアはもう世界で一番大切な場所は家庭だって言ってるわけです。ですから当然その家族と過ごす時間というのを大事にします。また私ども家具内装を手掛けてるわけですから、その家庭生活で、えー、彼らもコーワーカーも実際に生活で経験してもらって、いろいろとアドバイスを,を提供してほしいわけです。ですから家,家庭で家族と時間を過ごすことをむしろ奨励しておりまして、 Just on that, we offer four weeks vacation a year, and we have 80 percent usage, so people will take their four weeks' annual leave. So that is another part of encouraging this work-life balance and this really important part of spending time with your family. ちなみに、我が社におきまして、年間有給休暇4週間提供しておりまして、その利用率は80%であります。ですから、ワーク・ライフ・バランスを奨励して、家族と時間を過ごすことを奨励しています。ただ、もしかしたら100%になってしまったならば、それはそれで、もしかしたらそ,のそこまでハッピーでもないかもしれません。 When it comes to how much do we pay our co-workers? Yes, of course, I, uh, we're a very open company. So 1,300 yen is the starting rate for a co-worker to no matter how many hours they work. So, and with regard to pay, of course, we're the first salary for a new employee is 1,300 how many hours they work, Also can increase that based upon また、それぞれ入社した時に ikea に持ち込んできてくれる経験と知見によって、そこから昇給するチャンスも提供しておりますし、また毎年それぞれの業績に基づいて昇給のチャンスを提供しています。えー ですね、ちょっとあの司会からちょっとその点補足ですが、えー、っとあれですねあの、給料のことですが、あれですね、これまであの正社員の人については、あもう,もうです、ね、そのこの制度、新制度に伴ってです、ねじ、時間で1時間いくらっていうふうにこう割り算をして、でこの仕事はこう時給いくらというふうにこう、確か編成し直したんですよね、確かに。という理解でいいんですかね。 あのつまり、いやいやあの正社員も月給じゃなくて、一応、一応1時間いくらというのをはじき出したということですね。 Always been, um, sorry, もう常に月給で払っていて、それは今も変わらないんですけれども、年間終了時間が1904時間ということで、それでまあ時間はいくらぐらいになるということで、ただ月給で払うということには変わりありません。ああそうですか でまあちょっと人事の方が今、で今前にいる方がおっしゃっていただいた同一労働、同一賃金ということにまあしたという、そういう理解ですよね、幅ね幅ね、ちょっとあんまこ細かいでし <laughs> ょうけど。労働時間もですね、ちょっとこれも一応もう一回補足ですが、要するに。 1>, 1週間あたりの労働時間をあの3通りから選べるようになったと、12時間から24時間というのが1つで、えー、2>, <Yep. S 1> もう2つ目は <to>、次は25時間から38時間 <to>、あとは39時間の人が <then>、ね、ですね、こういうふうにこう選べると、まあ、いうことですね。 今日はちょっと、あの、あんまり、あの、細かいことを言ってる時間はないんだって、事前に言っちゃったもんですから。ちょっと、あの、はしょはしょっていただいたところ、いっぱいあってですね。申し訳ないです。では、あの、次の質問の方、はい、はい、どうぞ、はい、お願いします。<laughs> あの、朝日新聞社の石識と申します。今日はありがとうございました。あの、今の、ちょっと、賃金体系のことで、確認、もう一回確認させてください。あの、えっ、ー、とー。 企業全体のですね、その負担っていうのは増えたんでしょうかつまり、これまで高かった正社員に低かったパートの方の賃金を上げることによって合わせた同一賃金にしたということで、企業全体としての負担は増えたのかそれは増えたとしたら、企業はそれは、えー、あの、簡単に乗り越えられることだったのかそれからあと、正社員の人には、 何かこう不満みたいなものはなかったのでしょうか？というまあ、そもそものその賃金体系のところがどんな風になったのか、ちょっと不文明なんで、その辺のところもう1回ご説明いただいてお答えいただければありがたいと思います。 Uh, my name is Shishido of Asahi Newspaper Company. Once again, uh, I would like to confirm the remuneration system that has now been introduced. Uh, you say that now they are all treated equally. Uh, so, if it is the case that the people who used to be, uh, relatively speaking, uh, lowly paid, uh, have now uh, been raised, uh, given a raise, so that they would be paid on equal terms with those who previously. Had been paid a higher level. Would that mean that the uh, total uh, labor expenditure of the company as a whole has gone up and the burden of expenses has gone up for the company? And if so, uh, was it easy to overcome the additional expense? And uh, secondly, were there any frustrations amongst uh, those who had already been a regular employee uh, when you had introduced such a system? I'm not so clear on the previous system you had, and that may be the reason why I'm having to ask you this question. So, if you could also uh, give us a brief overview of the old system that used to exist. Mm. So, basically, um, there is a starting salary for um, a co worker in IKEA. And that um, salary used to be different starting rate for a part-timer and a full-timer. And every year we do performance discussions and you can increase your your wage based upon your performance. So everybody is slightly at different rates of pay after year one in IKEA. That was previous. <laughs> 高ワーカーに関しては、最初はいくらっていうのを決めていました。ただその最初の賃金水準というのが、パートタイムとフルタイムで、もともとは異なっていたんです。そして毎年その業績評価、業績議論というのを行って、すべての社員に対して、昇給のチャンスを提供していた。ですからその結果、もう初年度以降の年度に関しては、それぞれの社員の給与水準が違ってくる、異なってくる。 So we have not changed anything for our full timers because they were already growing. All our previous part timers now are at the starting rate of any new co worker, full time or part time. ですから、あのフルタイムの人たちのその給与制度というのは一切変わっておりません。以前からの制度そのままなんです。その変わった点というのはパートタイマーの初任給が、えー、フルタイムと同じになったということだけです。 でももちろん2年目になって3年目になって業績によっては昇給のチャンスが出てくるわけですけれどもとりあえずそのスターティングポイントにおける初任給が同一になったということです。あと先ほどは言い逃したんですけれどもすべ、えー、ての社員が、えー、年金に入ります。ですからあの就労時間が何 時間ででああろうとであります2点目の,そのコストに関する質問についてですけれども IKEA Japan としてはこれをあくまで投資と位置づけております我々が2020年までに日本でのビジネスを2倍に拡大するという目標に向けた投資です IKEA にとりまして、私にとりまして、土地を買うこと、店を建設すること、人材に投資することはすべて同じです。むしろこれが我々の対日投資としては最もベストな投資ではないかと思っています。 Because it's only when you truly believe in people that you are successful in business, because we do things together. And I too have a board of directors that um, I had to put this business case forward to, and they all supported the decision of IKEA Japan. もちろん私だってあの、取締役会に対する責任で、この計画は不義しなくてはならなかったわけですけれども、全員が賛成してくれました。もともとセールス出身ですから、<laughs> セールスマンとしては、そこそこの力はあると思っています、えー、よろしいですかね、はい、えーあ、ちょっとじゃあ、まず後ろの、どうぞ、はい、はい、じゃあ次あの、お願いします。 えっと、個人会の長谷川ですあのちょっと人事政策と離れるんですけれども2020年までの売り上げ倍増ということの基本戦略についてちょっとお尋ねしたいんですけれども、まあ、その IKEA の戦略っていうのは大量仕入れと大量販売による、うん、まあ あ価格破壊という、まあ、一つのイメージがあるわけですけれども、まあ、この基本戦略、今、安倍さんのところでまあインフレ政策っていうのが入ってきてるんですけれども、まあ、あのマクドナルドなんかも価格制度で結構苦労してるんですけれども、この,この低価格戦略っていうのは、基本的にはつあの基本の戦略になるわけですね。 uh freelance my name is hasegawa uh, my question is not related to the human resources uh, system but uh, something else. Uh, you've mentioned the goal to double the revenues in Japan by 2020. Our image of IKEA is a company that has this policy of voluminous uh, mass supply and mass uh, sales, and that leading to price destruction. Will that uh, fundamental policy of uh, IKEA uh, remain unchanged? Uh, will you uh, continue to maintain the low price strategy? IKEA's strategy to create a better everyday life for the many people actually covers all different life situations and life stages, but with a fundamental approach of democratic design. IKEA's goal is to 対してより良い日常生活を与えるということでありましてその対象となる人たちというのはそれぞれ人生の段階も違いますし取り巻かれている状況も違いますただ共通して我々が掲げているのは民主主義的な、えー、価格で提供するということですデモクラティックデザイン 民主主義的デザインの構成要素は価格、デザイン、機能、持続可能性と質であります。これが IKEA の民主主義的デザインの5つの要素です。えでは、先ほど手を挙げてた,た、ちょっとえっとマイクのところでお願いします。 hi i'm hidemi naganuma from K C N B C. cnbc um, going back to the salary system you mentioned that from the second year onward the salary differs based on the person's performance um, can you explain about the evaluation system like what kind of aspects are on the list and also as you mentioned the range of the salary as in percentage wise how, how, how far is the range from the bottom to the top 日経 CNBC のものです、また給与に関しての問題ですけれども、2年目以降からはそれぞれ個人個人によって給与水準が変わってくる、業績によって変わってくるとおっしゃったんですけれども、だったとしたならば、業績評価はどのように行っているのか、どういった項目を業績評価対象にされているのかというのが1点と、レンジでもってとおっしゃいましたけれども、そうすると、パーセンテージで最低水準から最高水準までどのくらいの幅があるんでしょうか。 So we review our coworkers based upon a number of different parameters one of them being how they lead themselves so really how they how they contribute to our business through developing and leading themselves えいろいろなその尺度でもってコーワーカーの評価を行っておりまして、その尺度の一つが自ら自身をどのように自分で引っ張っていくかという項目であります。つまり、えー、自分の自己啓発や開発をすることによってどこまでビジネスに貢献できているかということです。So we ask them what do they with a unique talent do they contribute to IKEA's business and to give us examples of that. イケアの事業にあなたしかできない貢献、あなたしか持っていないタレントは何ですかということを問いまして、事例を紹介してもらうようにしています。We also evaluate them against the competence profile. そしてあの、もちろん、コンピテンスのプロフィールに照らし合わせてのその業績を紹介しています。能力ベースの。And then we put those two things together to build a development plan of how to grow personally and professionally. でその2つを合わせることによりまして、どのようにしてそれぞれの人が能力を伸ばしていくかということ、いけるかということの自己開発計画を立てます。これは、コーワーカーとマネージャーが行う、両方通行の対話でありまして、リードを取るのはマネージャーの方ではなく、コーワーカーです。 With the second question, there is no end. There's a start, it's 1,300, and anything is possible based upon your performance and, and willingness to grow and develop. Of course, as a, um, we also set a budget each year for the maximum. 2、えー、つ目の質問に関しては、もう終わりなき、えー、上昇志向であります。出発点は1300円って決まってますけれども、あとはもう業績によって限りなく上昇しうるわけです。ただ、それと同時に、毎年予算の中で上限は決めています。 And so as you saw with the ladder and the career path you do not need to climb the ladder to earn more money it's about your individual contribution in your role so that's why there's no limit because otherwise that will push you to have to become a manager and we don't want to push people that way あの先ほどのスクリーンに映し出されたはしごとキャリアパスの図を覚えていらっしゃるかもしれませんけれども、必ずしもみんなはしごを登らないと稼げないというわけではないわけです、ですから、個人の貢献はのやり方というのは、それぞれ違うわけでありまして、みんなにはしごを登らせることを共有しているわけではありません、そしたらみんなマネージャーにならなくてはならないということになってしまうからです、そういったことを共有しているわけではありません。 社員があなたが成長すれば、ケ見も成長するという、その信念です。えー、では、他の方はいかがでしょうか、ほに、えー。まだ、はい、はい、どうぞ。はい、はいい 先ほどのの個人会員の原田です、えっと、あのあの先ほどの年金制度はですね高和価にあると言いましたが健康保険もあるんでしょうか、まあ、非常に小さいことですがそれからもう一つはあの本社が、まあ、あのスウェーデンからオランダに移っていらっしゃいますけど、まあ、あの聞くところによるとオランダは、まああのえー、パートタイマーと正社員が同一労働同一賃金で。 時給あたり同じ時給を出すということで、まあ、世界的に有名らしいですがそういうことがオランダに本社を移されたことで、まあ、今回の人事制度に影響しているかどうかあるいはそれからもう1つですね世界中、全体を見てあのこういう日本 IKEAJAPAN のようなコー,バーカー制度を取られていらっしゃるのかお聞かせください。 Uh, again uh, my name is harada freelance member and i have uh, three questions you mentioned uh, all uh, employees or co-workers Subscribe to the pension system, but how about uh, healthcare? Healthcare insurance, uh, uh, healthcare insurance given to all co-workers. And secondly, uh, we've been informed that IKEA had uh, relocated its headquarters from Sweden to the Netherlands. And there is a system in the Netherlands to uh, treat part-timers and regular workers equally in terms of uh, hourly wage and salary. Has that relocation of the headquarters uh, had an influence to the decision? Made at IKEA Japan to introduce this new human resources system. And thirdly, uh, is this uh, system uh, unique to IKEA Japan, but, or is this being applied to all of these subsidiaries of IKEA on a worldwide basis? First of all, I'm sorry. Yes, social insurance and uh, and care is provided to all co-workers as well as pensions. We also have um, a bonus system for pensions. So if you stay with IKEA for a number of years, IKEA will donate money into your pension as well as the normal part of the contribution. When it comes to the... Um, この制度がすべての国で導入されているかということに関しては、えー、仕組みが国ごとに違っております。IKEA の方針としては、それぞれの国の伝統及び労働法の運営の仕方に十分敬意を表すということです。 What IKEA does is looks at what is the way to really, truly empower the co-workers in that country to really contribute um, to a better everyday life at home. So, but the equality part, yes, is, is the same in all countries. われわれとしては、その各国におきまして、どうしたならば、高ワーカーの実力を最大限に引き出すことによって、多くの人たちにより良い日常生活を提供できるかということを国ごとに見ていくということをやっておりますので、ただ、同一であるということは、全世界共通です、えー、よろしいでしょうかね、えー、もう一方ぐらいはお時間があります。はい、えー、どうぞじゃ 個人会員の川北です。IKEA はです、ね、以前に一度、日本に進出して、10年ちょっとぐらいで撤退したことがありますねで、で、また今から10年少しぐらい前に再進出してきたと、前回は何がうまくいかなかったんでしょうか、で前回のときは、確かあの日本企業によるライセンス契約によってやっていたと思うんですかね、で今回はも当然あの、IKEA 本社の日本法人ということでね、その辺が大きな違いなんでしょうか。 Uh, my name is Kawakita, freelance uh, member. Uh, IKEA had invested in Japan and had begun operations in Japan some time ago and then continued for 10 years and then withdrew. And then, approximately uh, 10 years ago, was it? You uh, decided to once again uh, come back to this market. What was the reason that the previous uh, investment into Japan was uh, unsuccessful? And previously, I believe that IKEA uh, tried to do the Japanese. Japanese operations through a license agreement with a Japanese company, but this time around you have a 100% subsidiary here in Japan. Is that the big difference? Hmm. The biggest thing is that Akira is a, a big blue box, and um, our concept is based upon volume. So really being able to get the lowest price by say, selling large volumes, and to do that we need quite big premises. And. Um, when that concept is not allowed to work in that way, then we don't see the concept working so successfully today. So hence, we really needed to have the big, um, the Funabashi, Kahoku-sized stores to really be able to develop our concept in Japan. IKEA の,のコンセプトというのは、ビッグブルーボックス、つまり、えー、量販する量,、えー、量が大切なわけです、私どもとしましては、量を追求することによって価格を最小化するということを方針としておりますので、当然のことながら、かなり広い土地が必要になってきます、ですからそういったコンセプトが実施できないと、IKEA のやり方をその国でやっていくのは難しいということになります。 Of course, as um, the world is changing and a multi channel environment becomes more and more important, IKEA is looking at different store formats to be able to make things work. And that is why we've gone into Tachikawa and Sendai in smaller land sizes, but still 9,500 articles in the range. アーティコル、アーティコル、世の中ももちろん変わってきておりまして、複数チャンネルでの販売というのが、ますます重要になってきておるので、われわれとしても多形態での販売については検討を重ねているところであります、そういった中で、立川店および仙台店は相対的に面積は小さいです、それでもあの品目の種類は9500種類を置いています。 and we're continuing to look at new store formats we will have our first sustainability store built and um run on 100% renewable energy and so we're constantly looking at new ways and actually we test a lot in Japan because we believe Japan is a market where we can really test new ideas and ways of working そういった中で、新しい形態を常に我々としては模索しておりまして、まもなく100%持続可能店舗を開店することになっております。こちらは電力100%、すべて再生可能発電で賄うということになります。実は日本をそういった新たな試みの試験場というふうに私、位置づけておりまして、なぜかというと、そういった新しいアイデアを試す市場として、非常にふさわしいからです。 やはりこういったことをすべて起こすために、本当にわれわれは人の力を信じています、えー、ありがとうございました、えー、ちょうど時間になりましたので、えー、今日の研究会は、じゃこの辺で終わらせていただきます、えー、最後にご紹介をですね、恒例の記号をというかしていただきまして、えー、We truly believe in people。 これはもうほとんどシャゼというか、これをもう一回、こっちでもお書きいただいています、えー。で、クラブからの記念品ですが、いつもネクタイですが、いつも今日ネクタイしていただきますけど、いつも全くしてませんので、いつもジーンズ姿とからしいです、<laughs> で今日はボールペンをご用意しましたので、では、あょうの研究会はこれで終了させていただきます。どううもありがとうございました。